思い切った行動ができません。精神科医カバサーショーのカバチャンネル、今日はスターウォーズのミレニアムファルコン号の内部からお届けしています。今日は質問いただきました。私はなかなか思い切った行動ができず、ついつい先延ばしにして結局行動できないということで終わってしまいます。思い切って行動するために何かいい方法はありませんか、ということなんですけども、まあ結構ね、私もこう見えてなかなかテキパキ行動できないというか、物臭な性格な方なんですよね。普通はそうは見られないとは思うんですけども、なかなかパッと決めてパッと決断して次に行くっていうのがなかなかできない方なんです。だけど、まあそこできないからこそいろいろ工夫しながらでそこをやってるという部分があるんですけども、例えば今回こうやって海外に来てますから、海外に来てる時もね、なかなか決められない。だからもう最初に予定表に書き込んでしまうっていうのがいいですね。もう行くか行かないか迷ったら、もう予定表に書き込んでしまうと。予定表に書き込んだ時点で、それは自分にとっての既成事実、決定的な将来の出来事として決めてしまうってことですね。その一つのものとして予定表にもう書き込むということがあります。それは一つの私の方法ですね。あともう一つ、私こうすることに決めましたっていうことをみんなに言っちゃうということです。あるいは私の場合 Facebook とかメルマガとかで書いちゃうということですね。だから今度アメリカに行くことにしますって書いちゃったら、やめましたって後で言うのもなかなかあれなので、行くしかないという状態に追い込まれるという、まあ、いい方向に自分自身を追い込んでいくということがとてもですね、思い切った決断行動をするためにとても必要なことなんじゃないかなというふうに思ったりするんですね。ということで、思い切ったことができない方はまず計画表に書き込んでしまって、周りの人にこういうことやることを決めましたというふうに宣言してしまうという、この2つをやっていただくと、なかなか決められない行動もやらざるを得ない状況に追い込まれていくので、ぜひ試してほしいなと思います。ミレニアムファルコン号の中からお届けしましたよ。カバチャンネルではすでに1500本の動画をアップロードしていますが、この全動画をリストにしたものを皆さんに差し上げます。1500本もあるので、あなたの悩みの 95% が解決するはずです。1500本全動画リスト、ここからダウンロードできますので、ぜひダウンロードしてください。 PDF ファイルなどで検索もできますから、あなたが見たいテーマを簡単に検索して見ることができますよ。